M1、M2 火炎放射器は、第二次世界大戦中にアメリカ軍で開発された携帯型火炎放射器である。M2A1 火炎放射器各部の説明 M1、M2 火炎放射器は、第二次世界大戦中のヨーロッパ戦線及び太平洋戦線で多くが使用され、統治下など閉鎖型陣地に対しては十分な効果が得られたとされる。特に太平洋戦線ではサイパンの戦い、硫黄島の戦い、沖縄戦とジャングルや洞窟陣地などにこもる大日本帝国陸軍に対しては非常に有効とされ、帝国陸軍では火炎放射兵は恐怖とともに憎悪の対象になったとされる。また、第二次世界大戦後の朝鮮戦争でも使用され、第一次インドシナ戦争やインドネシア独立戦争でもアメリカから供給されたものが使用された。ベトナム戦争でもアメリカ軍や南ベトナム軍などによって使用され、改良型の M9 火炎放射器も開発された。第二次世界大戦中にアメリカ軍で使用された火炎放射器は、M1、M2 の2種類が存在し、M1 は、携帯性重視のため燃料タンクは1つで、発射回数も3回程度であるのに対し、M2 は、燃料タンクの数を2つに増やし発射回数も10回に増えている。発射燃料には、ガソリンとタールを混合させたゲル状燃料が使用されており、燃料タンクの他に噴射用の圧縮空気タンクを連結させた形状である。ただし、M1、M2 火炎放射器ともに、射程は約33メートルほどしかなく、敵陣地に向けて使用する場合には、味方不評の援護とともに、敵陣地に十分に接近する必要があった。そのため、重い燃料タンクを背負った火炎放射兵は被弾する確率が高く、発射機関部がむき出しのため、燃料タンク部分に被弾した場合、周りを巻き込んでの大爆発が起こる危険性があった。このことから第二次大戦末期には火炎放射型兵器は不評自身が携帯する形から火炎放射器を搭載した戦車、火炎放射戦車に変更していき、M2 火炎放射器の使用頻度は低下した。M2、M1 携帯性を重視したタイプで燃料タンクは1つ、連続発射回数は3回まで、M2、M1 からの改良型、燃料タンクを2つ搭載し、連続発射回数も10回と増加した。M9、M2 からの改良型。ベトナム戦争でアメリカ軍などによって使用された。携帯放射器。M2 からの改良型。陸上自衛隊によって使用されている。詳細は携帯放射器を参照。キングコングアメリカ軍がエンパイアステートビルを登るキングコングに対して M2 を使用する。大都会、大都会パーシー、大都会。パーという主に犯罪者が使用。地球防衛軍陸上防衛隊がモゲラ1号機に対して M2 を使用する。撮影には陸上自衛隊の協力で実物が使用されている。地球へ2000万マイル、イタリア警察が急成長したイーマに対して M2 を使用する。父親たちの星条旗、硫黄島からの手紙硫黄島に上陸したアメリカ海兵隊が日本陸軍が潜む統治下や洞窟を制圧するために M2 を使用する。図書館戦争日の市立図書館を襲撃した犯人たちが書物を焼き払うために M2 を使用する。美女と液体人間陸上自衛隊が下水道に潜む液体人間を焼却するために流されたガソリンに引火させる手段として M2 を使用する。復活の日映画版にて陸上自衛隊がイタリア風によって爆発的に増えた死者の遺体を焼却するために M2 を使用する。プライベート・ライアン序盤のノルマンディー上陸作戦時のオマーハビーチにてアメリカ軍がナチスドイツ軍の統治下を制圧するために M1 を使用する。放射能 X 主人公たちが核実験の影響で巨大化したアリに対して M2 を使用する。遊星からの物体 X はアメリカの南極観測隊員たちが物体に対して M2 を使用する。グランドセフトオート3燃料タンクを小型化したものが登場する。コールオブデューティシリーズ CoD、ボーブ、アメリカ軍が日本軍の洞窟陣地を焼き払う際に M2 を使用する。CoD、ボーベとコンがアメリカ海兵隊の塹壕に向かって M2 を使用する。メタルギアソリッド3火炎放射兵が M2 を使用している。矢量戦線フレームスロワーの名称で PC88 版と PC エンジン版に登場。ホールアウト3、ホールアウト、ニューベガス火炎放射機として登場するほか、大幅に改造され、火球を投射するものが、インシネレーター、ヘビーインシネレーターとして登場する。BF5 バトルピックアップとして、M2 が登場している。ありがとうございます。